<laughs> 大和田さん、今後どう,どういうふうにメンタルも生かしながらいいきたいと思いますまあ今、メンタルメニューがあるようなないような感じなので <laughs> ちょっと今年はしっかりそのこうちゃんとこういうカウンセリングじゃないですけどセッションもやってきますよっていうのをしっかり打ち出していって、まあ、心身ともに元気になっていただくっていうのをしっかりやっていきたいと考えてます。<laughs> はい あの感じ取る力って、小牧さん、すごいあるんですよね、もったいないよね、だからそれちゃんと表に出していった方がいいと思う、それが人を元気にしていくとか、笑顔にしていく、一つのツールでもあるので、も,も,もちろん、ね、体と心、両面ができるわけだから、はい、やっぱそこはね、埼玉県の大宮市でやってらっしゃるいます,、はい、やってます。はい あのよかったらご宣伝をしてください皆さんに教えてやってて <laughs>、えっと埼玉県の大宮の串引町というところで駅からちょっと遠いので、まあ、ただバス停近いのでバスから来ると便利です <laughs> でえっと、まあ、施術と、まあ、メンタルもやってますし割と患者さんからは早く良くなるよと言われることが多くあの紹介もたくさんいらっしゃってるので、まあ、あとはその施術に関しては 直接触れなくてもできる遠隔なんかもやってますのでご連絡いただければ何か力になることあると思うのでぜひはい、はいうん、そう遠隔でね治療もやられてるんですよねはい、うん、お近くの方は本当に行かれたらいいし私も一回バス乗ってったのかな <laughs> 行ったよい行きましたもんね腰で行かせていただきました <laughs> ちょっとここ痛いんだけどって言いながらうん本当治るのね早いです やっぱりそれだけエネルギーも使ってらっしゃるので、やっぱりこれすごいあのプラスアルファの要因ですよね。心当たりのある方、ぜひ大又さんに連絡をしてみてください。えー、この、えー、ブログ上には大又さんのご紹介のところリンクを貼らせていただいています。大、えー、又さん、今後もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。大、はいえー、又智春さんでした。 どうもありがとうございましした失礼ます。